遭難し、直立したまま貸し状態で発見された、後藤ふさの助五長の増事件当時の陸軍大臣、寺内正武の記号による、後藤五長像の非分八甲田雪中、航軍遭難事件は、1902年1月に、日本陸軍第8師団の不評第5連隊が、青森市外から、八甲田山の田代荒湯に向かう、雪中航軍の途中で遭難した事件。 訓練への参加者210名中199名が死亡するという日本の陶器軍事訓練において最も多くの死傷者を出した事故であるとともに近代の登山市における世界最大級の山岳遭難事故である。日本陸軍は1894年の日清戦争で陶器寒冷地での苦戦を強いられた経験を踏まえ、 さらなる玄関地での戦いとなる対ロシア戦に向けた準備をしていた。日本陸軍にとって冬季訓練は喫緊の課題であった。対ロシア戦は10年後の1904年に日露戦争として現実のものとなる。雪中行軍は青森府標第5連隊210名が1902年1月23日から 広崎府標第31連隊37名と、新聞記者1名が1月20日から2月1日まで、それぞれ異なる経路を行軍した。なお、両連隊は、日程を含め、お互いの接中行軍予定を知らずに計画を立てた。ただし、広崎連隊の行軍予定については、東欧日報が1月17日発行の紙面上で、報道していたことから、 青森側には航軍予定の重複に気づいた者がいた可能性がある。広崎第31連隊広崎第31連隊が航軍命令を通知したのは1901年12月20日頃で出発の1ヶ月前だった。式は陸軍風評隊員福島大蔵。隊は志願者37名の少数精鋭に東欧日報から 従軍記者1名を加えた計38名で編成された。出発に先立ち、胴体は沿線の村落や町役場に所管で食料、寝具、案内人の調達を依頼した。また、木こりまたぎ農家から情報収集し、冬山では汗をかかないように配慮することと足の投傷予防として、 靴下を3枚重ね履きした上から唐辛子をまぶし、さらに油紙を巻くなどの防寒の知識を得て、実践していた。行軍中は、浅縄で、隊員同士を一列に結んだ。青森第五連隊青森第五連隊の第二、大隊は1902年1月18日、行軍計画の立案者である陸軍不評隊員、かなり分吉の指揮で、予行演習を行った。 これは、中隊規模の将兵と、ソリ一台でトンエエコ峠館を往復したもので、好天に恵まれて成功した。これを受け、大隊長で、陸軍不評少佐の山口はトンエタシロは1日で、東破可能と判断。1月21日、山口は公軍命令を下し、23日に出発することを定めた。公軍隊は210名の大編成で、 ついたち分の、食料、燃料、大釜と工具など合計約1.2トンを、ソリ14台で引く計画だった。ソリの重量は1台約8 0ラムあり、4人以上で、引くこととなる。加えて、氷に詰めた、昼食用の弁当1食分、同苗字粉ついたち分、餅2個、1個50文目イコール1 8 7 5ムの各自傾向が命じられ、 回路の使用が推奨された。出発前日、同行する軍医から、当傷の予防と処置に関する事前注意があった。そこでは、手指の摩擦や、足踏みなどに加え、露宴ではなるべく、睡眠、せざる様注意、すべきことと指示された。将兵の十分な休息は計画しておらず、口述のごとく、物心両面の備えを書いていた。 遭難の3ヶ月ほど前に撮影された、不評第5連隊の様子。遭難した、不評第5連隊は、青森を英術地としていた。部隊の指揮をとっていたのは、第2大隊第5中隊長で、陸軍風評隊員の上聖文吉であった。上聖隊員は、 宇五国秋田軍高野村出身で、陸軍士官学校ではなく陸軍共同団を経て、陸軍不評二等軍曹に任官し、順次昇進して、陸軍不評隊員となった人物で、平民の出身である。五連隊の接中航軍は、第二大隊を中心に、第五中隊長の上瀬を中心に航軍隊が、編成されたが、第一大隊や第三大隊からも、 長期号長が一部選抜された。また、大隊長で陸軍不評少佐の山口が随行した。山口少佐は総南行軍の途中から指揮権を握ったという証言もあるが、中隊には大隊本部が随行するのは通例であり、上正大位の上官である山口少佐が最終的な責任者だった。冬の八甲田山一月十三日午前六時十五分に、 不評第五連隊は、青森連隊駐屯地を出発。タモギノにおいて、地元村民が行軍の中止を進言し、もしどうしても行くならと案内役を申し出るが、これを断り地図と、包囲自身の身で玄関機の発行ダヤマ踏破を行うこととなった。天候悪化午前中、小峠までは障害もなく進軍できたが、反隊が遅れ始めたため大九使とし昼食を取った。 この時、天候が急変し、暴風雪の兆しが現れたことから、長い軍医の進言により、将校間で身体についての協議を行った。装備の乏しさと天候悪化を懸念し、将校らは、駐屯地へ帰営することを検討したが、タもぎの村ではすでに案内人を断っていたほか、見習い士官や長期五長など歌手を中心とする、兵たちの反対もあり、 後軍を続行した。タイは悪天候と新設などの苦難を経て、大峠から6キロメートルの馬立場まで進んだ。ここから鳴沢にかけては、積雪量が格段に増したために速度が落ち、食料と燃料などを積んだ、ソリ隊は、本隊より2時間以上遅れることとなった。上生隊は、第2、第3小隊計88名をソリ隊の応援に、向かわせるとともに、 設営隊15名を、多代方面に石膏を兼ねた、先見隊として先行させた。午後5時頃馬立場から鳴沢へ向かう途中でソリによる運搬を断念、積みには各輸送隊員が分担して持つこととなった。先見隊として先行していた、設営隊は進路を発見できず、道に迷っていたところを、偶然本隊と合流した。見習い士官が先導する。 第2の石膏隊を派遣したが、日没と、猛吹雪により、田代方面への進路も発見できなくなったため、やむなく隊は、露英地を探すこととなった。第1露英地発行だ雪中行軍遭難事件、第1露英地跡。青森県県道4 5号昭午後8時15分、田代まで、あと 1.5km の平沢の森を、最初の露英地と定めた。遭難始末によれば、 幅2メートル、長さ5メートル、深さ2.5メートル、都合6畳ほどの雪号を、小隊ごとに5つ掘り、1号あたり40名が入った。大屋敷わらもなかったため本性に乏しく、座ることもできなかった。午後9時頃までには、通り隊もすべて露英地に到着し、各号に、餅と缶詰、および木炭約6缶門目ずつが分配された。 しかし四十人分を賄うには、乏しい量であり、露過も、各号で一つずつしか起こせなかったため交代で段を取ることとなったが、着火に一時間余りを要し、炊事用の号を掘ろうとするも、発射掘っても地面に届かず、やむなく、雪上に、かまどとかまを据えて、炊事作業を始めた。炊事用の水も火で雪を溶かしてやる必要があったが、まず火が容易につかず、 さらに火で、床の雪が溶けて、釜が傾くなど問題が続発し、炊事作業は極めて難航した。帰営決定1月24日午前1時頃、ようやく一食分の生煮えの飯が支給された。炊飯後の釜で温めた酒も分配されたが、異臭を帯びていて飲めなかった。将兵は、豪の側壁に寄りかかるなどして、髪を取ったが、 気温冷化摂氏20度以下に達しており、眠ると当床になるとして、軍下の清掃や足踏みが命じられた。このため長くても1時間半程度しか眠れなかった。出発は午前5時の予定だったが、多くの将兵が寒気を訴え、当床者が出る恐れが出てきた。午前2時頃、事態を重く見た山口小さら将校たちの協議の結果、 東軍の目的は達成されたとして、消えを決定。タイは午前2時半に露英地を出発した。遭難隊は、馬立場を目指すが、午前3時半頃に、鳴沢付近で峡谷に迷い込んでしまい、やむなく前の露英地に引き返すこととなったが、この時、佐藤徳武総長が田代への道を知っていると進言。山口少佐は独断で、しからば案内せよと命じた。 しかし佐藤は道を誤り、沢への道を下ったところが、駒込川の本流に出てしまった。その頃は、全員が、疲労困憊しており、隊列も揃わず統制に支障が出始めた。山口は、佐藤の言が誤りだったことに気づくが、元来た道は吹雪により消されており、隊は、遭難状態となった。 崖登りやむなく隊は崖をよじ登ることとなったが、登れずに落語する者が出てきた。駒込川の沢を抜ける際、第四小隊の水野忠義中尉が率倒して投資し、将兵らの士気が下がった。方向隊は崖を登って高地に出たが、猛烈な暴風雪にさらされたため、目標を、鳴沢上流の山陰に定め、安全な場所を求めてさまよった。 遭難始末はこの日の天候は、風速秒速29メートル前後、気温零下20摂氏25度以下、積雪は、渓谷の深い場所で6から9メートルという、悪条件だったと推測している。このためこの間に、将兵の4分の1が通し、または落語した。特に氷の運搬手は、わずかしか残らず、彼らも皆荷物を放棄していた。 暗い死体は夕刻になっても、未だに水事用の画釜を背負っている、山本徳次郎一等卒を見かねて釜を捨てさせた。第二路栄地発行だ雪中行軍遭難事件、第二路栄地やと。青森県県道4十号昭この日の行軍は14時間半に及んだが、それでも前の路栄地より、直線距離にして、約700メートル進むだけに止まり、夕方頃、 鳴沢付近にて見出したくぼを次の露営地と定めた。しかし、タイの統制が取れぬ上に、雪彫りを掘ろうにも、道具を傾向していた者は全員落語して、行方不明となっており、文字通り吹きさらしの露店に露営することとなった。食料は各自傾向していた干しや餅の残りと、缶詰があったが、凍結していてほとんど接触不可能だった。タイは、 当章者を内側に囲むように固まり、軍火の清晶や足踏み、互いに抹殺し合うなどして、睡魔と空腹に耐えたが、猛吹雪と気温の低下で、体感温度が、冷下摂氏50度近く、前日からほとんど不眠不休で、絶食状態ということもあり、多数の将兵が混沌、投資した。第二路 H は、この遭難で最も多くの死傷者を出した場所となった。 青森とにえ一方、青森では消え予定日時になっても到着しない、航軍隊を迎えに行くため、川和田松尉以下40名が、玉もの間で行き、午前0時まで待ったものの消息が得られなかった。この日は、広崎第31連隊へ転出する、松木中尉の送別会を催しており、出席者は、この場で航軍隊が戻ってきたら嬉しい話だな。 などと悠長に語り合っていた。1月25日は夜明けを待って出発する予定であったが、投資者が続出したため、やむなく午前3時頃、タイは、馬立場方面を目指して出発した。この時点で死者、行方不明者合わせて70名を超えており、その他の者も多くが、投章にかかっていた。包囲自身は凍りついて、用をなさず、地図と、 勘だけに頼った行軍となっていた。方向隊は、鳴沢の辺りまで一旦はたどり着いたものの、風も強く断崖に達したため引き返そうとしたが、前方を山に遮られ、道を見失った。後の後藤後町の証言によれば、大体本部の将校や上聖大衣らの協議の末、ここで部隊を解散する。各兵は自ら進路を見出して青森、または、 田代へ進行するようにと命令したとされる。また、小原五朝の証言によれば、天は我らを見捨てたらしいというような言葉を、この場所で、神聖が吐いたとされる。このため、それまで、何とか落語せずに頑張っていた多くの将兵が、この一言によりタガが外れ、矛盾脱衣を始める者、この崖を降りれば、青森だ。と叫び川に飛び込む者、イカダを作って、 川下りをして帰るぞと叫び、木に向かって、銃剣で切りつける者など発狂者が出てくるほか、刀匠で手が利かず、軍馬鎌のボタンを外せぬまま方に押し、そこからの凍結が原因で凍死する者など死亡者が続出した。ただし、実質的にタイの統制が失われていたことはともかく、生還した。伊藤中尉は、晩年に至っても、タイが途中で解散したと、 地で定説のように扱われている話を否定し続けた。方向で、沖津隊以下約30名が投資。沖津は、昨晩から投証にかかり、桜井看護長らが手当てをしたが、さらに後に生存者として発見された将兵を含む、十数名が行方不明となった。長谷川特務総長は雪原を滑落して、道に迷い、彼に従っていた。 数名は午後2時頃に見出した、平沢の住小屋に滞在していた。住小屋ではマッチで火を起こし段を取ったが、皆激しい疲労から来る睡魔に襲われ、日の晩をするのが困難になったため、翌1月26日午前3時頃に火事を恐れて、火を消した。タイが第二路知に戻った頃に、山口少佐が意識障害となり、倉石は山口に遺言を尋ねた。 五島五町はこの時山口が死んだものと判断したようである。石膏隊午前7時頃、やや天候が回復したのを見計らって、大体本部所属の倉石隊は、石膏隊を募り、玉もの方面に、高橋隊一五町以下7名、田代方面に、渡辺幸之助軍曹以下6名の、計13名を送り出した。隊はしばし平成を取り戻したが、 午前十時ごろ、一人の兵士が遠目に、将兵の隊列が行進するのを見出して、救助隊が来た、と叫び、他の者も、本当に来た、母ちゃん、と叫び始めた。倉石は、ラッパ主に命じて、ご音を吹かせようとしたが、ラッパが唇に凍りつき、腹の力も乏しくまともに吹けなかった。しかし午前十一時まで待っても一向に、 隊列の様子が変わらないので、よく見ると救援隊と思っていたものは風に吹き荒らされる、亀裂だと判明した。一方、高橋藩の佐々木基吉一等卒が、馬立場付近でキロを見出し、午前11時30分頃、戻ってきた、高橋石膏長がキロを発見し、田もの方面へ進軍中と報告した。本隊は、正午頃出発し、戻ってきた。 石膏隊について行った。この時点で、隊は60名から14名になっていた。午後3時頃馬立場に到着し、そこでもう片方の渡辺幸之助軍曹らの合流を待ったが、彼らはついに戻らなかった。高橋、佐々木の両名も重なり合うようにして投資しているのを発見された。隊は、行軍を再開したが、 中の森東方山腹に達したところで日暮れを迎え、さらに午後5時、かやいど、沢東方安部に着いた頃、倉石隊が気づいた時には、大橋中医、長井軍医が隊列から離れて行方不明となっていた。長井や桜井竜蔵看護長などの医療班は体の限界を押して看護を続けた結果、自分たちも倒れてしまっていた。この頃には、隊はバラバラになっており、 倉石は、かやいど沢に降りて、第三の露英地を定め、伝令を送ったが、人員は集まらなかった。合流、第三露英、遭難始末によれば、午後11時ごろ、倉石隊員の一行は、山口隊の捜索に出発し、午後12時ごろに、合流を果たして第三露英地に戻った。露英地では互いに、大声で呼び、打撃を加えて、渾水を防ぎ、 投資者の配能を燃やすなどして、寒さをしのいだ者の,の多数の将兵が投資した。なお、この人、翌26日の記録は、資料や証言者によって、違いがあり、記憶違いか異なる側面かは定かでない。クライシュ大尉の証言によれば、山口少佐ではなく先行した、上聖大意の一行とはぐれており、25日深夜を、 回った26日午前1時に合流を目指して、出発したが、同日中には合流できず、27日に至って、神聖羅と再会し、競技の末二手に分かれることを決めたという。また、後藤御長の証言によれば、25日に山口少佐が死亡し、この日の夜の時点で生存者は71名いたが、田代に進むか。 タモギノに戻るか方針が定まらず各自の意行動となった。ここで暗い死体は田代を目指すとして一人姿を消し先導した水の注意も雪に沈むなど投資者が続出した。青森と見え青森では天候が前日よりも良かったこともあり小が注意以下40名は幸い畑で粥を焚いて消えを待った。さらに一部の将兵は タモギの村の南端でかがり火を焚いて、夜まで待った。しかし夜半になっても到着せず、都江では航軍隊が三本木方面に抜けているのではと考え、三本木警察に電報を打ったが確認が取れず、翌日救援隊を派遣することを決定した。1月26日、遭難始末によれば、暗いし、神声隊と比較的元気だった十数名との、協議の末、 現在地からタモギのまでおよそ8キロメートルと推測し、夜明けを待って出発することとした。午前1時頃に将兵を補執すると、約30名になっていた。前日の露営で、山口少佐が、再び意識障害となり、兵卒に背負われて行軍した。隊列は乱れに乱れ、戦闘は、神聖、倉石と定まっていたが、他の者は所属も階級も関係なく、 将兵たちが後から続く形となっていた。神聖と倉石は前方高地を偵察しつつ進んでいた。前日夜、五島五町は他の四、五名と共に露営中、上と寒さのため昏睡したが、幸運にも投資せず二十六日朝に目覚めた。降雪もなく、晴天だったが、周りに誰もおらず、見渡すと、三三五五、将兵が点在して、 疲労を見定めようとしていた。そこで、自分も高地に登ったところ、上生隊医鈴木翔依らと出会い、以後行動を共にした。この日の天気は、晴れ時々雪だった。隊は、夕方までに、中の森から、彩の河原の間に到着し、温度目の露営をした。彩の河原までは、通常なら徒歩で2時間の距離だったが、極度の上と疲労のために追日を用した。 救援隊による捜索この日、村上東組、三上松尉下士卒60名の救援隊は、トンエイを出発した。途中村民を案内人として雇い大峠まで、捜索活動を行ったが、案内人の調達に手間取り出発が遅れたことに、加え、この日の気温は、冷下摂氏14度で、風雪も厳しく、案内人及び、軍医の進言により捜索を打ち切って、 タモギノへ引き返した。1月27日、生き残ったタイは競技の末二手に分かれることとした。青森に向かって、左手のタモギノを目指す神声隊一行数名と、右手の駒込沢沿いに進行し、青森を目指す倉石隊の一行、約20名である。なお、遭難始末では、 分隊した日付を二十六日としているが、倉石の証言によれば二十七日が正しい。倉石隊は駒込川方面を進むが、途中青岩付近で崖にはまってしまい、進むことも退くこともできなくなった。日没後は、崖の影によって、夜をしのごうとしていたところ、今泉三太郎見習い士官が、歌詞一名を伴い、連隊に報告すると告げ、裸になると、 クライシュの静止を振り切り川に飛び込んだ。後に、クライシュは川を下っていったと述べているが、他の生還者の証言から川に飛び込んだのは、間違いなく3月9日に下流で遺体となって発見された。神生体は目標に対し、比較的正しい方角へ進んでいたものの、猛吹雪をまともに受けたため落語者が続出し、隊は4名となった。やがて、 鈴木少尉も、高知を見に行くと言い残し、タイを離れたが、そのまま帰って来なかった。さらに、及川敦は厚しも既得に陥り手当も、できずに死亡。ついには、神聖も倒れ、1月27日早朝、神聖は後藤に、玉も野に行って、住民を雇い、連隊への連絡を依頼せよと命令した。後藤は、朦朧とした、意識の中、気球を知らせるために、 単身とも技のへ向かった。救援隊による捜索と、後藤五長発見救援隊は捜索活動を再開した。田代まで行き、抗軍隊と接触しようと、尻込みする案内人を説得して出発した。午前10時半頃三上少尉率いる小隊が、大滝平付近で雪中に佇む後藤、房之助五長を発見。後藤はこの時のことを、 その距離等も、つまびらかに知るのはず、いわゆる夢中に全身中救護隊のために、救助せられたるものなりと述べている。ここで、雪中行軍隊の遭難が判明した。発見時の様子については、複数の説がある。神生隊員らの遺体発見意識を取り戻した、後藤剛長が、神生隊員と言葉を発したため、 付近を捜索すると約100メートル先に神が倒れていた神聖は帽子や手袋もつけぬまま首まで雪に埋まっており全身が凍結していた。軍医は腕に気づけ薬を注射しようとしたが皮膚まで凍っていたため針が折れた。やむなく口を開けさせ高校内に針を刺した。何か語ったように見えたが蘇生せずそのまま死亡した。 すぐ近くで、お川かは厚三郎の遺体も発見されたが、二名の遺体を運ぶことはできず、目印をつけて、後日収容することとし、後藤と重度の倒傷で倒れた、救援隊員の計二名の生存者を救護して、たもぎのへたどり着いた。本部への報告午後7時40分、三上昌尉が連隊長官舎に駆け込み、大滝平での後藤後長発見の方に加え、 雪中航軍隊が全滅の模様であること、2時間の捜索で、救助隊64名中、約半数が当傷で、行動不可かつ1名が重度の当傷で、率倒となったことを知らせた。航軍隊が田代に到達したものと信じていた、青森府評第五連隊長の津川健康中佐は、この報告を聞いて、青くなった。1月28日、 倉石隊の佐藤特務総長が発狂、歌手兵卒を連れて、川に飛び込み、岩に引っかかり投資した。倉石は、数名を連れて、崖穴に入ったが、山口小皿数名は、川岸の場所にいた。どちらかといえば、倉石のいるところの方が、場所的には良かったので、倉石は、山口に、崖穴に来るよう進めたが、山口は、我はここにて視線として拒んだ。 山口に水を与える役目は、比較的動けた、山本徳次郎が追った。広崎隊の通過この日の朝、八甲田山を逆方向から行軍してきた。広崎隊は、田代付近の露営地を立ち、鳴沢、大峠経由で、玉木野を目指した。この行軍では、青森隊の遭難地を通過する際に遭難者を見たと、する説がある。1月29日、救助隊が、 上生隊を呼び、及川は五町の遺体を収容し、各証書も完成する。広崎隊の青森到着午前2時過ぎ、広崎隊は、前日からの昼夜を分かたぬ、強行軍の末、田木野に到着した。同隊は、民家で食事した後午前4時20分に、再び出発し、午前7時20分に、青森駅前に到着した。1月30日、 後藤総助一等卒が、倉石大らと合流した。救助隊は彩の河原で、中野中三36名の遺体を発見した。この場所は、倉石大らが、駒込川の沢に降りていった道に当たる。彩の河原という地名は、以前にもここで投資した村人が、多数いたことに由来すると言われる。 1>, 1月31日午前9時頃、鳴沢付近で捜索に加わっていた妊婦が、飛び出してきたウサギを面白半分に追いかけたところ、偶然住み小屋を見出した。人の気配がするので戸を開けてみると2名の生存者が、おり、三浦武雄五長と安倍幸一等卒を救出した。朝まで生きていたという、もう1名の遺体も発見した。三浦。 安倍の両名は、軍の質問に対し、25日朝にロエ地チから出発したところまでは覚えているが、それ以降は記憶がなく、気づいたら小屋に飛び込んでいたと証言している。小屋周辺では16名の遺体を発見した。この際、田村少佐は、陸軍省に、生存者12名と電報を打つが、すぐさま、生存兵卒に、遺体重と訂正している。なお、 三浦は3月14日に入院先で死亡した。鳴沢では他に水野忠義中医以下33名の遺体を発見し、大滝平付近で鈴木少医の遺体を発見している。これについて、某昌校は1902年2月6日付1万、長方に、ゆえに某昌校は鈴木少医の死体を発見せしとき、 これ死後20時間以上を経し、物にひず、捜索今1日早かりせばとて深く捜索の、緩慢なるを遺憾とすという記述を残している。倉石平の発見午前9時頃から、倉石平が崖を登り始め、午後3時頃250メートルほど進んだところで、倉石、伊藤中平良4名が救援隊に発見された。生存者、 計9名が救助されたが、高橋房さ五長町、今野一次郎二等卒は救出後死亡した。同時に救出された山口少佐も入院先にて2月2日に死亡した。広崎隊の帰営この日広崎隊は、広崎市郊外の連帯トンエイに帰営し、接中校軍の全日程を終えた。2月1日、西の河原付近にて数名。 庵の木森から中の森にかけては十数名の遺体を発見した。2月2日、捜索隊が大崩れ沢付近で見出した住小屋において、長谷川特務総長、安倍久松一等卒、佐々木政教二等卒、小野寺左平二等卒の4名の生存が確認された。しかし佐々木、小野寺の両名は救出後死亡した。 当初小屋には8名の生存者がいたが、うち比較的元気な3名は、都営を目指して出発した後全員投資し、長い軍医は、付近から発された助けを求める声を聞いて、外出したきり戻らなかったという。午後3時頃には、最後の生存者となる、村松五町が、古建大吉一等卒の遺体と共に、田代元湯付近の小屋で発見された。村松は、 四肢切断し一時帰宅となったが、過労死で回復した。二十五日朝の遭難当時、村松は、古建らと共に、タイからはぐれ、青森を目指したが道を誤り、二十六日午後に、この小屋を見出した。中には、茅が積まれていたがマッチがなかったため火を起こせず、翌日古建が死亡した。村松は、付近で発見した温泉の湯を飲んで命を繋いだが、 30日以降は立てなくなり、以後は寝たまま、雪を食べていたという。最終的な生存者は、倉石一対、伊藤革命中尉、長谷川定蔵特務総長、後藤ふさの助五長、小原中三郎五長、及川平介五長、村松文香五長、安倍宇吉一等卒、後藤総女一等卒、山本徳次郎一等卒。 安倍久市松井等卒の11名のみであった。このほか山口少佐、三浦武雄五長、高橋房さ五長、今野一次郎二等卒、佐々木政教二等卒、小野寺左平二等卒の7名も救出されたが、治療の甲斐なく死亡した。生還者は、倉石隊、伊藤中医、長谷川特務総長を除き、 その全員が、当初により足や手の切断を余儀なくされた。比較的軽傷者のうち、及川は、アキレス腱と、指三本、山本は左足を切断した。他のものは、死死切断であった。また、最も健常だった倉石は、日露戦争の国交大改戦で1905年1月27日に、戦死した。伊藤、長谷川も、重傷を負った。 遭難の詳細については生存者の証言に異動があり、軍部の圧力、または情報操作により、戦争に向けて民間人の軍部への批判を交わすことを目的に、真実が隠されたり、歪曲された節がある。2月2日に死亡した山口少佐の神は、公式発表では、心臓麻痺となっている。山口はもともと心臓が弱かったとの証言もある。 しかし、遭難についての一切の責任を負わせるために軍部が暗殺したとする説や、ピストル自殺説もある。最近では、刀匠の指で銃の操作は、不可能として新たな背景を探る松木明治の研究もある。山口は、安政3年12月17日に、爆心の子として生まれ、義兄の英学者の渡辺氏が、沼津平学校教授を務めていたため、 幼少期を沼津で過ごした。東京外国語学校でフランス語を専攻し、陸軍士官学校から陸軍富山学校に進む。日清戦争に従軍した後、青森の全認知は山形だった。山口の最後を見取った軍医は、山形英寿病院からの応援者、中原左大である。担当の中原軍医が数年後に変死したことなどもあって、 陸軍上層部による暗殺説もあるが、広崎大学医学部麻酔科の松木明一教授が、陸上自衛隊未宿中屯地内にある、明古建が所蔵する、陸軍軍医学会雑誌の明治35年当初患者治療経験に記載された山口少佐の死亡状況を医学的に分析したところ、クロロホルム麻酔による心臓麻痺の可能性が高いと指摘した。 山口の生存が確認されたのは1月31日の夕刻であり、それまでは五藤五町のことによりすでに死亡したとされていた。外科からの引き上げに手間取ったため、最終的に救助されたのは夜中で応急処置の後、青森英寿病院に入院したのは2月1日の夜である。入院時の記録では、死下、肘下は重度の凍傷で、手指は、 水ぶくれて膨張すとある。この記録によって、まず拳銃自殺は否定される。山口が死亡したのは2月2日午後8時半であるが、入院後わずか1日で死亡している。当時、東京青森間は、直通列車で23時間を要し、電話も付設されていなかったため、急を要する通信手段は電報に限られていた。遭難発生後の当時の、 その電報記録についても、その発信日時まで詳細に残っているが、その中には、陸軍上総部による暴殺を匂わすような文言は、一切ない。よって、松木が主張するような、軍上総部による、山口少佐暴殺説は、それを裏付ける証拠もなく、以上のような時間的制約もあり、暴殺の事実はほぼあり得ないと考えられる。 松木の主張通りクロロホルムが死因だとすれば治療ミスの可能性もあるが救出後死亡した者の,の中には心臓麻痺が原因の者も,のもおり死因に特段疑問に思われる点はないと考えられる救助活動は青森連隊、広崎連隊、さらには仙台第五砲兵隊も出動した大掛かりな体制となり延べ1万人が動員された生存者の救出が済み 捜索方法が確立した後は、青森連隊が独自に行った。救助拠点は、幸い畑に、資材集散基地、玉木野のに捜索本部を置き、そこから紹介所と呼ばれる、ベースキャンプを設置、前進させる方法が取られた。紹介所は、大滝平から、最初の遭難地点の鳴沢まで、合計15箇所設営予定であったが、実際にはいくつかが併合され、 11カ所の設営にとどまった。創作は生存者の証言と行軍計画を参照して行軍経路を割り出し、そこを起点として幅30メートルの応帯となり、各人が所持する長さ10メートルほどの竹棒を折中に突き刺しながら前進し、少しでも違和感のある手応えを感じた場所を掘削する方法が取られた。 この作業は紹介書を拠点として、日中6時間ほどかけて行い、遺体は紹介書に一旦収容した後捜索本部に集積した。1ヶ月も経過すると、気温の変化で捜索隊員によって踏み固められた、雪がシャーベット状に固くなり、他んぼでは刺さらなくなったため鉄棒に切り替えた。また、初動捜索で、北海道から、 弁解タコジローラアイヌジェニッコウを招き、彼らが所有する猟犬とともに創作活動を行い、遺体発見でかなりの成果を上げた。発見された遺体は、一体につき数名がかりで掘り出し、紹介書に運搬した。あまりに凍りついていたため、そりゃくに扱うと遺体が、関節の部分から、バラバラに砕けるからであった。遺体は紹介書にて衣服を剥いだ後、 鉄板に乗せて直火にて解凍され、新しい軍服を着せて、棺に収容し本部まで運搬した。水中に沈んだ遺体は引き上げ作業が難航し、そのまま流されてしまうものが多数あった。そのため、幸い畑村を流れる駒込川に流出防止の柵を設置し、そこに引っかかった遺体から順次収容して行った。しかし、雪解けのため川が増水し、 柵を越えて海まで流された遺体もあった。発見された遺体は最終的に5連帯駐屯所に運ばれ、そこで遺族と面会確認の後、そこでダビに付されるか故郷へ帰っていった。腐敗が進んで身元がなかなか判明しない遺体もあった。最後の遺体収容は5月28日であった。原因は諸説あるが決定的なものは特定されていない。 唱えられている説を列挙する。映画、八甲大山では、三国連太郎を演じる山口少佐が無謀な上司として描かれ、青森不評第五連隊の組織の問題が原因の一つになっていること。また、新田次郎の小説、八甲大山氏の方向では、群衆のオブが考え出した関連地における人体実験との記述があるが、これらは、 映画や小説としての演出、創作であり、史実とは異なる。行軍が行われた時は、典型的な成功到底の気圧配置で、未曾有のシベリア間気団が日本列島を覆っており、各地で日本の観測史上における最低気温を記録していた。青森は、例年より摂氏8度から摂氏10度ほど低く、青森速攻所の記録では1月24日の 最低気温が、冷夏摂氏12.3度、最高気温は、同摂氏8度、最大風速14.3メートル毎秒であり、山間部では、さらに、それらを下回るものであった。抗群隊の遭難した、山中の気温は、観測係であった。看護兵が、記録も残せず死亡したため定かでないが、遭難始末は、冷化摂氏20度以下だったと推測している。 後軍時の将兵の装備は、特務総長以上が、ケイトの街灯一着、ケイトの軍帽、寝る生地の冬軍服、軍手一層、長脚型軍火、長靴型雪靴、貸し卒が、ケイトの街灯二着重ね着、フェルト地の普通軍某、小倉生地の普通軍服、軍手一層、短足型軍火と、冬山登山の防寒に対応しているとは言い難い、装備であった。 特に貸し兵卒の防寒装備に至っては、毛糸の街套2着を渡されただけである。クライ石隊イは、ゴム靴を持っていたことが結果として、当初を防いだと言われるが、これは正月に、東京に行った際にたまたま土産物として買っていた、ものであった。当時の日本では、ゴム靴は、イからな靴として扱われていたに過ぎず、クライ石が興軍で履いていたのは単なる偶然である。 雪中行軍隊の指揮官は行軍隊長の上聖隊員であるが、これに山口少佐と若干間の隊員や見習い士官、長期伍長が代隊本部として同行している。中隊に代隊本部が随行するのは通例であるが、山口が上聖隊員に断りもなく、独断で指示をしていたとの証言もある。山口は最終的な責任者であるが、 神生との間に、意思決定の不統一もあったと思われる。神生隊員が、雪中行軍隊の指揮を任されることになったのは、行軍実施の直前である。それまでの担当者は、婦人出産の立ち会いのため、任を解かれる形となった。そのため、実際の雪中行軍に対して、神生は、何の予備知識も持たぬまま準備作業に入った。準備としては、 予行演習の日帰り行軍を小峠まで新兵による招待編成で行ったのみで、今回の雪中行軍参加者は誰一人参加していない。その行軍自体が静天下で行われたこともあり、結果として冬山登山や雪中行動の基本的リスクの抽出が行われなかったことになる。なお、神聖に関しては少なくとも将校になってから、 雪中行軍に参加したとの記録はなく、参加した将校の半分は、雪国の出身ではない。また兵らが、露英地において、東匠で動けなくなることを恐れ、朝まで待たずに夜中に雪堀を出発したことも、大きな原因である。このため部隊は、安野道に迷い、鳴沢付近を方向することとなり、これが、多くの兵の体力を奪い大量遭難につながった。 雪中行軍参加者のほとんどは、岩手県、宮城県など寒冷地の農家の出身者であったが、厳冬期の発行田における防寒の知識は皆無だった。さらに予備行軍が、晴天に恵まれ、雪の中の遠足のようであったとの噂も広まり、雪中行軍をトレッキングと同列に考えているものが多かったと言われる。第五連隊では、出発の前日に、 総公会が開かれており、深夜まで宴会が行われていたことも、過酷な行軍との認識が希薄だったことを伺わせる。長谷川特務総長は、田代といっても、わずかにゴリばかりで、湯に入りに行くつもりで、たった手拭い一本を持っただけだったと語っている。実際は、マッチや、ろうそくの他予備の旅を持参していた。また、長谷川は東証についての知識があり、 予備の旅を手袋代わりに使用し、常に手の摩擦を怠らず、さらに群中の皮と毛皮の外套の襟を剥がして、足に巻き倒症を防いでいた。後藤総女一等卒は、山登りということで履物を、普段の革製の軍下から直旅に変え、その上に藁靴を履いて参加した。生還者の藁御長の証言によれば、誰も予備の手袋、靴下を用意しておらず、 装備が濡れても交換できぬまま凍結が始まり、体温と体力を奪われていったという。小原も、もしあの時、予備の軍手、軍足の一組でも、余計にあれば自分は、足や指を失わなかっただろうし、半分の兵士が助かっただろうと後年証言している。遭難始末他当時発刊された、各種遭難天末には、航軍前日、大隊長を呼び、 軍の命令として、防寒逃走の防止、食事等について、各小隊長に詳細な注意事項を伝えたとしているが、結果的には、それが、兵卒にまで伝えられなかったか、聞いた者の,の特段の準備をしなかったものと思われる。将兵の生還者は、全員参観部の出身で、普段は、またぎの手伝いや炭焼きに従事している者たちだった。彼らは、 冬山での活動にある、程度習熟していたが、刀匠に関する知識はなく、平沢の炭小屋で救出された、長谷川特務総長の段によれば、炭焼小屋で兵卒が、刀匠の手を直に火にかざし、見る間に火傷を負ったが、誰もそれに気がつかず、刀匠を悪化させる結果となったため、自らはすぐに火に当たらず、ひたすら手足の摩擦を行ったと証言している。なお、 壮年の左官を含め将校の生存率が高いのは、歌詞卒のように重刀を持っていなかったこと、氷の運搬に携わらなかったこと、野営中、優先的に焚き火に当たることができたこと、防寒機能に優れた装備、傾向品も、独自の裁量が認められていたが一因と言われている。広崎ルートで入山した広崎府評第31、連隊38名も、 激しい風雪に悩まされたが、ほぼ全皇程で案内人を立てたおかげで見事に、党派を果たした。1902年1月20日、広崎を出発。案内人は、経営地で随時雇い直したので、人物や人数は、一定していない。1月27日朝、増沢を出発し、田代を目指したが、目標の小屋を発見できず、案内人の動揺を見て露影した。 福島大員の手記によれば、大きな古木を中心とした、直径4メートル深さ2メートルの雪号を掘り、枯れ枝を焚き木として火を起こし、隊員は立ったまま焚き火でダウンを取り持ちを炙った。その間案内人には、田代荒湯への道を探させた。案内人は、田代荒湯を見つけられなかったが、代わりに空小屋を発見して戻ってきた。広崎隊は小屋に移動したが、 全員が入れる広さがなく、2時間ほど交代で食事と休憩を取りつつ、朝を待ち、不眠のままなるさはたもぎを経由し青森までの強行軍を行った。広前第31連隊が全員無事帰還できた理由は、夏季のようなものとされている。天候不順で田代洗いにたどり着けないと判断するや、穴を掘ってビバークし、 案内人が休憩のできる小屋を発見するまで、露営地に泊まっていたこと。部隊を率いた、指揮官、福島大造隊が、寒冷地での活動に際しての様々な準備など、消耗品の補給、宿泊を全部現地の民間に委ねたことなどを重ねたこと。連隊が、比較的少人数で、最後まで統率が保たれていたこと。隊員に、 地元青森の出身者が多く、選抜に当たっても応募者の体格や素質が十分、考慮されたこと。福島大尉が過去2年間にわたり、岩木山雪中公軍などを実施しており、露営を含め、雪中公軍を熟知していたこと。1月29日に、広崎府標第31連隊は、早朝に青森に到着。地元の歓迎を受けるが、公式には、 この日に、青森隊の遭難を知ることになった。1月31日、広崎に到着。予定よりも1日、多い11泊12日の行程で、負傷のため中途で帰還した1名を除き全員が無事、完遂した。福島大蔵隊医率いる広崎不評隊が、青森隊の遭難を知ったのは公式には、タモギノについてからとされているが、 途中、投資者及び銃を見たとの記述が、従軍記者による記事や、隊員の日記、案内人の証言記録などにある。遭難者の顔を見ようと軍帽を外そうとしたところ、顔の皮膚まで剥がれて軍帽に付着したとの記述もある。さらに、広崎隊が田もぎのに着いた、際、第五連隊遭難者を目撃した旨を、福島隊自身が報告したという資料が2002年に、 見つかっている。しかし、福島の過去2日間のことは絶対公害すべからずという命令やその後の軍の観光令により、現地で見たこと、その他軍の不利になるようなことは全て封じられた。自らも遭難しそうな状況下で救助は事実上、不可能だったが、目撃の事実を隠蔽した理由として、遭難を発見しながら、救助活動をしなかったことが推測されている。 その後、第5連隊の後藤総女一等卒の体験団として、救援隊とおぼしき一団を見て、互いに気づいたが無視して通過されてしまい、後日広崎隊だったと知ったという胸の資料が見つかっている。31連隊と共に、田代への道案内で借り出された地元の一般人も、後遺症の残る刀傷などの被害を受けている。国などから保障のあった、遭難兵士と違い、 道案内の地元民には一人二円の案内料以外は渡されていない。後日発表された当時の案内人のことによれば、実際には、田代に向けた行進において、引き返すことを進言した案内人を叱り飛ばし無理やり案内をさせたばかりか、田代近辺の露営地に着くなり休憩する暇も与えず、 案内人の一部を人質として拘束した上で、残りの者に、田代荒湯への石膏を命じたとある。結局、荒湯は見つからず、明け方になって開拓者の小さな小屋を見出したが、全員は入りきれず、足踏みをしながら、朝まで交代で、小屋の内と外で休憩をした。また、十一連隊の福島隊は、八甲田3系の最南官を通過後、小峠付近で、 疲労困憊の案内人たちを置き去りにして、舞台だけで、たもぎのに行軍していった。これら案内人はすべて重度の当傷を負い、うち一名は入院するも回復せず、廃人同様となったまま16年後に死亡。今一人は、当傷のため方に、穴が開き、水を飲むのにさえ苦労したという。これらの事実は1930年になって、初めて明らかにされ、地元では、 七勇士として、その功績を称える石碑も翌年に建立された。ありがとうございます。